ナミさん、お疲れ様です。即課塾のこうです、えー。今回はですね、私の方からのマイ・ヒメ大学特別講義で、各フェーズによってですね、金持ちになる方法が違うってことをお知らせしたいと思います。えー、これはね、昨今いただいた複数のご質問を、まあ、一点に集約して回答するものになるんですけども、例えばね、自己破産してしまったと。自己破産してしまって新しいカードも作れないし、信用情報も悪いと。 当然銀行からの融資が受けられないんですがこんな私でも金持ちになれますかというねご質問だったんですけどもこれ結論としてはなれるんですよねなれるとただしスタートする材料が揃わないものもあるということです例えば借り入れを起こしてスタートしないといけない事業はできないってことになりますよねでえっ、ー、とセルフバックでカードを作るってこともできません、まあ、つまり全部万能ってわけではないってことなんですよただしそれでも インターネットを使うとねビジネスでお金持ちになることはできるんですよね、まあ、もちろんインターネットを使わなくても仕入れたものを売るってことは別に自己破産してる人でもできますんでね、まあ、ですんでビジネスの基本に立ち返ることだっていうふうに、まあ、お話しようかと思いますじゃあどのようにやっていくかっていうと人が困った状態にあることを困らない状態にしてあげる、まあ、そのためのお手伝いがビジネスであり販売する商品ってことになりますよね まあ、例えばね、どうしても痩せたいんだけども、なかなかダイエットうまくいってないっていう方に、じゃあ、ダイエットうまくいく方法、3ヶ月コースマイナス10キロ、これを受講してみませんかっていう形でね、お勧めすることはできますよね。もちろん、こんな話をパッとね、いきなりしたところで、信用して商品を買ってくれるとかね、サービスを受けてくれるとか、お金を払ってくれるってことはありませんので、それなりのブランディングとかね、マーケティングが必要になってきます。 ブランディング、マーケティングって言うと難しいように聞こえますけども、そんなことはなくて、マーケティングっていうのは、どこにその痩せたい人がいるかってことをね、探すことがマーケティングなんですよ。で、ブランディング。ブランディングは、自分が信頼に値する人間だということを表現する方法ですよね。で、ブランディングとマーケティングについてお話ししていくと、マーケティングから行きましょうかね。マーケティングはどうやってやるかって言うと、実は非常に単純でですね、 まあ、例えば私は YouTube をよく使ってますんで YouTube でお話ししますと YouTube 動画の投稿にですね短期間で痩せる方法とかね太らない方法とか太らない食べ物とか、まあ、そういった例をたくさん動画で表現するんですよねこの時大事なのは1動画に1テーマってことなんですよ、えー、例えば太らない食べ物として 代表的なものっていうのはたくさんあるんですけども、私が最近注目しているのは、蕎麦で行きましょうか。ね、蕎麦はなんで太らないのか。ちょっと注目していただきたいのが、通常私たちが蕎麦だと思って食べているのは、蕎麦じゃないっていうところからスタートです。ね、通常私たちが食べているのは、蕎麦という商品名の小麦粉の塊なんですよ、うん。でも多くの人はこう思います。蕎麦って小麦粉からできてんじゃないのと、うん。違うんですよ。 蕎麦っていうのは、そば粉からできているんですよ。ね、そば粉百パーセントの、いわゆる十割蕎麦っていうものを食べると。太りにくくて、消化酵素が出て、逆に痩せるっていう現象が起きています。それも一日一食でいいんです。その他の二食っていうのは、まあ暴飲暴食しなければね、控えめな食事でいいと思います。まあ、このようにしていくと、蕎麦の消化酵素がきちんと痩せさせてくれるわけですよね。 試しに1週間お蕎麦を食べてみてほしいなと思います当然お蕎麦を食べるときに天ぷらなんて入れちゃダメですよ、まあ、せいぜい卵とネギを浮かべるぐらいにしといてくださいその蕎麦をそうですね 150g を一食として食べていくととりあえず腹持ちはいいはずです肝心なのは10割蕎麦を使うってことなんですよねまあなければ28蕎麦でもいいです裏の商品名原材料も読見て 小麦粉が用いられてるのは使わないでください。それはそばではありません。小麦粉の塊です。はい、このようにして食べながら簡単に痩せる方法をメッセージとして動画にこう入れ込んでいくっていうのが一つの方法ですね。で、別のコンテンツはどのようになっていくかってことなんですけども、食べるだけではやっぱり足りないと思いますので、日々の運動ね、運動についてのメッセージを込めた動画を作ります。例えばこんな感じです。1日 10秒のスクワットをしてみましょうということですよね。たった10秒です。どうですかね。10秒だったら、秋っぽい人も続くんじゃないかなと思います。10秒のスクワットですけども、ゆっくり10秒なんですよ。まず、しゃがんでいただいて、そこから、息を吐きながら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ぐらいのペースでね、徐々に、 足をまっすぐにしていくって形でありますそうするとかなり負荷がかかると思いますこの10秒を1日に1回もしできれば1日に2回、まあ、朝だけとかね朝晩とかもし効果がもっと早くつかみたい方は朝昼晩と10回ずつやるといいでしょうね10秒ずつですかこれにお蕎麦を組み合わせて2つのノウハウで1週間試してみてくださいってことになります で、こういったことをね、実際に無料動画で試していただいて、で、効果が出た方、ね、もっと素晴らしいマンツーマンコース用意してますので、その方はこちらの方にお申し込みくださいでいいんじゃないですかね。で、お申し込みには、あやっぱり一つのセールスが入ってくるっていう形です。まあ、これは別に自己破産してる方でもできますからね。で、ダイエットじゃなくてもいいんですよ。例えば、ポイントサイト、ね、 これがモッピーってやつがありますモッピーで稼いだ方法じゃなくってモッピーで稼ぐためのこのモッピーのね使い方これでもいいと思いますまずはアカウントをどのように取っていくかそして一番最初にやる案件はどれがいいのかこういったことでもいいと思いますし5分以内に済む案件の取り方とかねそれから月に1回これはやっていきましょうみたいなやつとかね それによって大体1ヶ月でどのぐらいの収益が見込めるのかってことを合わせてお話しするといいと思います。例えば、月に3万円稼ぐモッピーの使い方。これを1年バージョンでやっていく。まあ、こんな感じでもいっています。もちろん、そのための経験とか知識っていうのが必要になってきますので、えー、自分自身の修業期間っていうのは必要ですけどね。まあ、これでビジネスってのはできるんじゃないですか。自己破産してる方でも OK です。で、自己破産してなくって余剰資金がある方。 こういった立場の違う方には、それなりの稼ぎ方があります。例えば、余剰資金があって、まあ、時間の余裕もあるよっていう人。まあ、こういった方は、まあ、投資っていう道もありますよね。暗号通貨に分散投資していくとか、FX をやっていくとか、株を買って優待で稼いでいくみたいなね。様々な方法があります。余剰資金がある方には、余剰資金がある方なりの稼ぎ方。余剰資金がない方には、余剰資金がないなりの稼ぎ方。 自己破産などで条件が悪い方は条件が悪い人なりの稼ぎ方がありますそれぞれ最初に時間を使うのか労力を使うのか知恵を使うのかお金を使うのかその初動が違うだけなんですよでも全て稼ぎに向かうことができますですんで、まあ、破産倒産状態に入った方でもね自己破産された方でも金融ブラックの方でも、まあ、全然お金持ちになる方法ってのは残されてますんで トライしていただきたいかなってところです。まあ、今日の真姫大学特別講義はこの辺にしておきましょうか。それでは朝のライブ放送まで失礼します。